こんにちは、ひかりです。今回は、トイプラネットなどのね、購入品紹介をしたいと思います。まず、こちら、ばばん。これ、藤岡店さんで買ったのかな撮影に行った時とは別の日に行った時に、この日はこれ1個しか買わなかったんだけど、まあ、100円コーナーにいました。えっ、ー、と、ルパパとの敵戦闘員だよね。うん。確か。間違ってたらすません。まあ、ああの、食玩の創意で。ま、あこういうね、敵戦闘員の創意は、 まあ、無限回収って言ったら大げさだけど、まあ、100円以下であったらね、買うようにしてます。あの、いくらあっても困らないっていうね、やつなんでね。はい。とね、次がね、これはね、伊勢崎店さんで撮影行った時に、あの、撮影後に、ちょ、ちょろっと見て、仲がいいのないかなと思ったら、これがありました。ババーン。ハムスターパラダイスピュアハートっていうね、アトラスっていうとこが出してる、 えー、ゲームボーイアドバンスのソフトです。はい。がね、まあ、一応これに、は、あの、説明書なしとか書いてないんで、多分入ってると思います。重さ的にも、完品で、箱の状態もかなりいいんですよね。はい。で、480円、税込み525円で買ったんだけど、えっとね、僕の知り合いの YouTuber のね、レトロゲーム系 YouTuber ののみたろうさんが言ってたんだけど、動画で、あのー、こういうね、 ちっちゃい女の子が遊び用のソフトじゃん、これ。だから、状態がよく残ってるものが少ないらしいんだよね。少ないじゃん、まあ、実際。ちっちゃい子が遊ぶやつって。だから、ま、特にちっちゃい女の子がね、遊んでて、そんなに数出回ってるもんでもないと思うから。うん、だから、なんか、レアになるんじゃないっていう話だったから、あ、これじゃないと思って、はい。最近ちょっとね、あのー、こういうのもね、買ってます。はい。 ゲームをやうと思います。かわいいですね、これ。うん。まあ、現時点でそんなレアったわけではないんだけど、アトラスってあんま聞かない気もす。わかんない。そこら辺はまだわかんないけどね。結構ね、あの、レトロゲームとかを僕ね、買うのが好きなんですよ。正直ゲームはね、遊ぶのは、最新を遊ぶのが好きなんですよね。古いやつは全然遊ばなくて、最新を遊ぶのが好きなんですよ。 だから今も、あ、持ってくの忘れたけど、あの、ブリリアントダイヤモンドだっけポケモンの最新作。今ちょうどね、さっきまでね、ゲームやってましたよ、ヒコヒピコヒピコ,ピコ。コ A ボタン連打しまくって。で、今ね、自転車で、あの、なんだっけ、ズイタウンだっけなかなんかで、あの、ソラテ屋さんがあるとこね、卵をくれたりする。そこで、あの、行ったり来たりして、あの、卵孵化頑張ってました。まだ全然クリアしてないんだけどね、あの、電動入りとかしてないんだけど、 でも買ってからもう何日も遊んでるよな。発売日にね、注文を予約してあったんだけど、支払い遅れちゃって、そう、支払いのね、あのなんか、あれをミスっちゃって、でも、あの、アマゾンで買ってたから、まあ支払って、結局と、すぐ届いたんだけど。で、遊んでます。はい。で、次はまた別の時に行ったトイプラネットの、これはどこだっけな伊勢崎店さんかな藤岡店さんかなどっちからあったんだよな はい、で買ったものです。ババン、タイラントの目が赤いやつ、このサイズの、このサイズで目が赤いやつってあるんですよ、実際。だからこれ、誰かいたずら塗ったとかではないんですよね。308円だったら別にタイラントだったらいいよなって感じで。まあ、若干ね、汚れとかあるんだけど、まあ、遊ぶ分には、ここでね、ウルトラマンをブーンって殴ったりとか、これでウルトラマンに切りつけたりとかできますから、ここでついたりとかね。 で、しっぽでドーンができますからね。ほ <laughs> んで、ウルトラマはここにパンチするんだよね。ベムスターのお腹ね。いいですって。これ、ね、持ってなかったと思うんだよ、この目が赤いバージョンは。はい。まあ、そんなレアなやつじゃないから、あの、レアっていうか価値的にはレアじゃないんだけど、あんま見かけないなって感じもするから、まあ、あったら買ってみるのもありじゃないかなと思います。でね、これはね、あ、 違う、これ、桶川店で買ったんだ。そうだ、桶川店さんが買いました。そうだ、思い出した。これがいたからね、思い出した。小太郎を買いました。小太郎ウね、僕ちっちゃい頃から持ってたんだけど、あんま僕が持ってたの遊びすぎて状態悪かったんで、結構状態いいし、小太郎も割と無限回収したいなと思ってるやつではあるんで、そこそこ珍しい。まあ、価値的にはそんなないかもしれないけど、そこそこ珍しいので、はい。可愛いし、これ好きですね、はい。 敵戦闘員と小太郎は結構ね、買ってます。で、これ持ってなかったんだけど、ちょっとね、状態が悪いんだよね。トス、トス汚れがあるんだけど、これあれだよね、なんだっけ名前忘れちゃったな。忘れたというか名前知らないな、多分、僕。うん。あのー、ね、あの、アンドロメロスの女性のやつだよね。アンドロメロス知らないんだけど、これ持ってなくて、欲しくはあったんだよね。でも、キャラの名前とかは知らないんですけど、 意外と珍しかったこれも100円。いやー、小太も100円コーナー。で、最近ね、あったらね、揃えていってるんだけど、アースグランナーの素振りです。これめっちゃ出来いいからね。最近100円でやっとね、トイプラさんでも出るようになってきたんで。あの、頭にね、パーツ付けられたりするんで、替えパーツを。結構いいですよ。まあ、素振りもね、出来いいし。100円で今、これ2体目かな。2体目っていうか、これとあとブラックのやつね。あの、ライバルみたいな。ライバルではないんだけど、うん。 ライバルっていうかなんだっけ仲間の女の子のお兄ちゃんだよね。アニメ途中まで見てたんだけど、途中までなんだよな。結構面白かったよ。うん。でも見るのやめちゃったっていうか、なんかね、一気配信してたんですよ、公式で。タカラトミーの。それが終わっちゃったかなんかで見るのやめたんだよな。次はね、カードコーナーで見つけました。ババン、WCCF のカードの、あ、なんていうの、ブロックっていうの まあ、だいぶ前から入荷してたから売れ残したのかな。まあ、もちろんね、レアなのは入ってないかもしれないけど、まあ、ダブル c れはサッカーカードですね。最近僕スポーツカード集めてるんで、まあ、パニーニが出してるんでね、確かこれも。ですよね。だからまあ、こんだけあればいいかな。まあ、状態はあれかもしれないけど。なので、1個、2個、もう、キラとかないかもしれないけど、2個。ね、メッシとか欲しいな。やっぱメッシ栗のラが、今、 クリロナが今強いんです。強いっていうか、トップでしたね。あれは何だろうムココとかはどうなのあれはまだルーティーだっけはい。これが、えト、ー、イプラネットさんでの購入品ですね。あ、ここにちょうどタイランドいた最近の500の。ほら、こんなサイズ違うからね。やっぱ怪獣、このサイズのために戻って欲しいな。怪獣だけね。ウルトラマンは正直、今のサイズがいいんだけど、 むしろ、宿願サイズでもいいぐらいなんだけど、ほんとね、これぐらいでいいんですよ。で、このデカさに戦いを挑んで勝つっていうのがやっぱヒーロー。これね、アースグランダーそういう出来はめっちゃいいから、コレクションにはおすすめなんだけど、ほら、このアースブレスとかもめっちゃ出来いいんだけど、あ大きすぎて <laughs>、遊ぶときね、強くなりすぎちゃうんだよな。だから応援したくなくなっちゃうっていうか、よくわかんないかもしんないけど、そう。そしてね、ラストなんですけど、こちら、ババーン。 ついにゲット結構僕ボトルマン買ってるんだけど、キャンペーンとかも当たったりしてるんだけど、ボトルマンの竜人ブレンドラゴンだっけはい。これ駿河屋で買いました。はい。この時駿河屋はブラックフライデーセールをやってまして、1800円でも安いんですよ。今アマゾンとか3000超えてるし、今定価から考えても、1800円でも安いのにそこから20%引きで1400いくらとかで買いました。 これね、2体入ってて、こいつらが合体するんだよね。ちょっと見えないな。このいかな。そう、この2体が合体するってやつで、うん。去年出たやつか。はい。ボトルン、僕もボトルマンコンテスト応募してね、あの、キャップもらったりしましたからね。そして、えーね、これ。まあ、ほぼ新品なんじゃないかな、ということは書いてあるけど、開けてない。うん、シールも貼ってないでしょう。ただ、このテープ剥がすのがきついから、もう、 外ぼこはダメになっちゃうかもしれないけど、まあ、その分には。プラス、20%引きになるし、20%引きで1000円、500くらいなんだけど、1000円以上買ったレシートを、また別の日に、そのスルガヤに行って、買い取りで3000円以上持っていくと500円アップになるから、まあ、実質って言葉も好きじゃないけど、まあ、実質1000円ギリぐらいで買えてるんですよ。500円、そこから引くから、900いくらとかで買えてるようなものだから、これはね、これ前、だいぶ前から売れ残したんですよ、そのスルガヤで。 そう。だけど、うーん。安かったんだけど、なんかもう一押し欲しいなって感じだったら、ちょうどもう一押ししてくれてました。他にもボトルもあったんだけど、まあ持ってるからいいかなみたいな。振りまで買ったりしてたからさ。まあ新品ではあんま買ってないけど、まあ新品で買ったのもあるんだけど、一時入手困難でしたよね。これはそんなに入手困難にならなかったけど、最初の方はね。最近だとまた新しいの出てきてますよね。 ま、こんな感じで、ここにあるのはこんだけだけど、もうどんどん新しいの出てきてますからね。キャップとかもなんかいろんなの出てますよね。うん。なんでね。まあ、ブラックフライデー。なんか、駿ヶ谷さんは、新品ガングブラックフライデーセールで、なんか、あのー、ウンライダーリバイスのベルトとか、なんかいろいろ出てたんだけど、まあ、リバイスのベルトは正直ね、もっと安くなっちゃうなと思ったからやめたっていうのと、まあ、今リバイス正直見てないんですよ。あ 1>, 1話見たんだけど、7話か見たんだけど、今追っかけてなくて、そう、あとでまとめてまた見ようかなと思ってるんですよね。なぜかっていうと、他に見るものが多すぎて、当時ディズニープラスでいろいろやってたりしたから、今はホークアイが始まって、それ見なきゃいけないし、ウルトラマンもだから止まっちゃってるんですよ、トリガーとか。そう、僕結構今 YouTube とか見るの好きだから、YouTube 見ちゃうんだよね、いろんな人の。そっちを見てると、結局、そういう作品を見るのが遅くなっちゃうっていうね。 ホークアイも今溜まってるんだよな。まだ一応も見てない。うん。ディズニープラスではね、フリーガイとか見た。フリーガイ面白かった。フリーガイ。あのー、マーベルじゃないんだけど、なんかマーベル並みに面白いっていうか、ま、マーベルの一員みたいな。てかむしろマーベル映画ではあれ。うん。なぜかっていうと、これ言ってもいいんだよね、多分。あの、キャプテンアメリカ本人出てきました。<laughs> だから、ま、ちょっとだけだけどね、亀追い出演っていうのかな。 だから、もうあれはマウベル映画でいいと思う。MCU 並み、<laughs> MCU の一員だと思う、あれは。振りが面白かったし、あ、シャンチーも見ましたよ、ディズニープラスで。やっと配信されて。だから、ブラックウィドウ、シャンチー見れたんで、次はエターナルズ。まあ、まだ今映画館でやってるから、あれだけど、でもエターナルズって、なんか好みが分かれるみたいね、だいぶ。全然合わなかったって人もいたから、どっちに転ぶか不安だけどね、エターナルズは、僕の中でね。 うん、世間が全員がつまんないっていうやつって大体僕ハマっちゃうんだけど、みんながね、逆に面白いって言うとハマんなかったりするんだけど。そう。だからまあまあ。で、あ、でもみんなが面白いって言ってるジェットマンハマんないかなと思ったけど、あの、正直胸く悪いけど、いろんなね、あの、やっぱガイが可哀想すぎて。でもやっぱガイが好きだから、ブラックね。が好きだからやっぱ面白い、あれは。うん。 ガイが可哀想すぎるから本当ムラクソなんだよな。あれは。うん。可哀想ガイって思うんだけど。でもね、やっぱガイが好きだからやっぱ面白いねジェット。今ね、東映特撮 YouTube オフィシャルでやってるんですよ。まあちょっと僕それもね、途中まで見れて、最近あんま見れてないんだけど、一 <laughs> 週間とかで消えちゃうからね、なんかね、途中で止まっちゃうんだよね。そう。本当はカメライダーとかも見せたかったんだけど、まあでも、今カメライダーゴーストやってるっけな、東映特撮 YouTube オフィシャルは。うん ゴスも見たいんだけどね、ちょっとなかなかね、いろいろやってるとね、見れなくなっちゃって。でも、フリーガ外はおすすめだな。普通に面白かったよ。うん。で、あとね、まあ、ディズニープラスに加入をみんなにおすすめしてる。面白いから。面白いっていうか、あの、もう、マーベル作品見放題だしい、まあ、スター・ウォーズも見れるってけど、まあ、あマンダロリアンも1話見たわ。まあ、そこそこだった。まあ、確かによくできてはいるんだよね。力入れて作ってる感じはあるんでやっぱ、スター・ウォーズのあれだから。 でもやっぱマーベルにはもうね、僕の中ではもう、スターウォーズの時代終わってマーベルだな、みたいな。あれですね。暗いんだもん、スターウォーズ。だと話が重いっていうか、なんか、フォースがな、なんか宗教的な感じで、なんかね、よくわかんない感じになってるから、あんまりなんだよね。そう。で、やっぱね、うん、なんかフリーガイル。サンチーはね、あんま期待してなかった分面白かったけど、トニー・レオンだっけあの、サンチーのお父さんがまあ、敵,敵役なんだけど、今回。 明らかにやっぱいい俳優さんだなと思った、あのお父さん役の人。かっこいいし、味があるし、やっぱあの俳優さんがやっぱね、まあ、主人公を食っちゃってるって言ったら、ま、言い方悪いけど、もちろん主人公よりもやっぱいい俳優主人公の俳優さんはやっぱ新人でもないけど、まあ、まだまだ実力的にはあれだけど、別に主人公は主人公でいいんだけど、全然。やっぱね、トニー・レオンだっけ、あの人。トニー・レオンじゃなかったらごめんね。あのお父さん役の俳優さんがやっぱかっこよかったね。 いや、もうね、まあ、正直もう多分これからは出てこないかなかもしんないけど、あのシャンチーの中ではまあ言ってしまえば主人公的存在だったなと思った。圧倒的に。別にシャンチー自身も全然いいし、まあこれからいっぱい出てくるだろうけどね。ハルクとかも出てきてよかったな。うん、ウォン、も、もちろんウォンも出てきたんだけど。いやー、面白かった。 シンや、アクションもね、まあまあまあ、でもちょっとね、スローモーションが多すぎかなとは思ったけど、アクションの途中になんかやけにスローモーション入れてくるなとか思ったけど、ただこれからね、ハルクもさ、あのバナーね、あのー、なんだっけ、エンドゲームでハルクの格好のまんまかと思ったら人間体に戻ることができるようになったっぽいね。で、今度シーハルクとかも出てきて、なんかハルクの物語も膨らんでいくっぽいよね。まあ、ハルクとはね、ブラックイドウの恋はもう無理なんでしょ エンドゲームでブラックイードウ死んだからし。やっぱ死んだんだろうな、あれは。うん。ただ今度ブラックイードウの妹がね、ガンガン登場してきそうだね。ホークアイに出てくるんだから、なんかホークアイに出てくるんじゃないか、みたいな。ブラックイードウのラストでやっぱホークアイを、なんか <laughs> ね、ホークアイのせいでなんか、ブラックイードウが死んだと勘違いしてるから多分。ホークアイ狙われんじゃねえかとか、あと、なんか女の弟子みたいなのも出てくるんでしょうん、楽しみ。ホークアイって地味にさ、なんか面倒見いいよね。 そう。なんか、ブラック移動もそうだしさ、あと、なんだっけ、ワンダとかさで、今回も弟子来るし、あと子供たちもいるし、あと誰だっけ、なんか結構ね、方向入って弟子的な人とか結構面倒見るんだよね。そこが面白いですね。はい。まあそんな感じで、今回ちょっと話し取れちゃったけど、今回トイプラネットの3店舗分の購入品とかになるのかな。うん、と、駿河屋の購入品でした。 今回の動画は以上です。あと、フリマの購入品とか、今日もフリマ行ってきてはいっぱいあるんで。まあ、その動画も作れるかな。最近、トイプラネットのね、動画いっぱい出してるから、店内動画というか、お買い物中動画。で、ショートの動画もいっぱい出してるから、そのね、ショートって楽そうに見えて、意外とね、タイトルとかつける手間は一緒だから、時間かかるんだよね、あれ。まあ、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上です。評価ボタン押しててください。お願いします。それではまた、バイバーイ。